美味しそうなサブレー。あれ、お土産の中にクッキーなんてありましたっけ？私が作ったんだ。え？その、今日はみんなが来るから。部長の手作りなんですか？ああ、時々作っててな。 DIY だけじゃなくて、お菓子作りも上手なんですね。部長っち、なんでもできてすごいにゃ。本当に暇そうな部長みたいです。まあ、食べてくれ。いただきます。じゃあ、私は六角タコサブレーから。どう？その…生焼けで美味しくないなんて言えません。正直に言ったら怒ってしまうかも。どうした？まずはゆっくりと味わいたいと思います。たくみはどう？美味しいです。180度のオーブンであと5分焼いたらもっと美味しくなるんじゃないでしょうか？そうか、よかった。店長も専務も美味しいって言ってくれるんだ。もしかして私に気を使ってそう言ってるんじゃないかって思ってたんだけど。美味しいよ。上手に焼けたんじゃない？二人に美味しいって言ってもらえて安心した。絶対ご両親も気を使っている。どんどん食べていいぞ。